はい、どうもこんにちは、ゴールドです。今回はリクエスト、今回はリクエストからマンドリのココロちゃんを作りました。鶴巻ココロですね。はい、先日はライブ配信でね、無職さんが一番に正解されました。おめでとうございます。あのゴールドはですね、まあ、この動画の1個前、エンブレム神回としてね、なんとあの有名な実況者長谷慎さんのチャンネルのねアイコンを作成したことが、まあ、とても好評で、まあ、あのいいねだったり、あのたくさんのねコメントをいただいて、はい、とてもね、嬉しく思います。まあ、エンブレムを作成させていただいたこと自体とても嬉しかったんですけれども、まあ、本当に神回となってね、あのチャンネル登録者もね2日で130人ぐらい一気に増えましたし、そして何より一番嬉しいのがですね、長谷慎さんご本人からねコメントいただいたんですよ。もうね嬉しくて、もうほんまにね、あのコメント欄の一番上に僕はもう固定しましたね。もう固定で貼り付けてますんでもうぜひね皆さんね、もういいね押してください、ここのところだけ。はい、まあまたあのこんな形で何かいろんなエンブレムをねこれからも作っていけたらと思います。まあ基本的にリクエストがアニメエンブレム多いので、リスナーのリクエストに応えていけたらなと思います。僕に何か作ってほしいなと思うものがあれば、コメント欄にどしどし書き込んでおいてください。はい、それではね作成動画本編始まります。